はい。お疲れ様です。えー、今回の動画をですね、森戸長張りの掛け方ということで、えー、図を使ってですね、えー、解説させていただきたいなと思います。えー、まず設定としてはですね、えー、センターから乗り方までが2メーターありますと。乗り勾配が1割5分です。それから、えー、地盤高が13.000メ、えーターで、計画高が14.0メーターという設定ですね、えー。この長張りをですね、 えー、かけてみたいなと思います。はい。ということで、早速ですね。はい。まずは、日本の杭をですね、長針の杭を打つんですけども、この乗り尻から外に打たないといけませんので、まずは乗り尻のですね、位置を計算します。乗り長針はですね、高低差に乗り勾配、今回は 1, 1割5分ですね、1.5を掛け算して、水平距離を出します。で、水平距離を出して、 えー、センターからの距離をですね、足し算すると、乗り尻がですね、出てきます。で、今回はですね、えー、14メーター引く13メーターなので、高低差が1.0メーター。で、1割5分なので、1.0メーターに1五、一割5分の1.5を掛け算すると、えー、1.5メーターですね。で、その1.5メーターに、こちらの2メーターをですね、足し算すると、えー、センターぐから、 乗り尻までが3.5メーターということになります。で、この3.5メーターの位置からですね、まあ、まあ30センチとか50センチ離してですね、2本の杭を打ち込みます。で、次ですね、えー、2本の杭を打ち込んだらですね、えー、レベルで杭の頭をですね、えー、水準測量します。標高をですね、計算します。そして、 えー、地盤の中からですね、まあ、今回は20センチとまあ、40センチの位置にですね、えー、水平の板が、付、えー、つくように計算します。水平抜きですね。このように13.2メーターと13.4メーターという位置ですね、になるように取り付けました。ここはですね、現場に合わせて、まあ、10センチ上げたり、まあ、30センチ上げたり、40センチ上げたりですね、ここは現場に合わせていただけたらなと思います。はい。 で次ですね。この水平抜きですね。この横の板に、えー、のりを取り付ける位置をですね、マーキングします。この2枚の板にですね。えー、先ほどもお話しした通り、高低差にですね、1割5分の1.5を掛け算して、水平距離を出します。この水平距離に、えー、このセンターからの2メーターを足し算して、ここにですね、それぞれマーキングしていきますので、 まずは1枚目ですね。こちらの1枚目の13.2の時の場合ですね。ちょっと計算してみたいと思うんですけども、まずは高低差を出します。14.0からこの13.2をですね、引き算すると0.8ですね。0.8メーターという高低差になります。0.8メーターに1割5分の1.5を掛け算すると、 水平距離が1.2ですね。1.2メーターになります。1.2メ、えーターにセンターから乗り方までの2メーターを足し算すると、このようにですね、3.2メーターという,う水平距離になります。この3.2メーターの位置をですね、えー、このセンターグから引っ張ってきて、ここに印するということですね。これがまず、えー、1枚目の板のマーキングですね。 で続いて2枚目ですね。まあ、こちらも同じように、まずは高低差を計算します。えー、計画高14.0メーター引く超張り高さが13.4ですね。13.4なので、引き算すると0.6メーターですね。0.6メーターの高低差がありますとで。1割5分の1.5を0.6に掛け算すると、水平距離が0.9ですね。0.9になります。 この0.9にですね、こちらの2メーターを足し算すると、センターぐいから、こちらの、えー、マーキングするポイントまでですね、2.9、え、メーターという数字になりますので、こっから引っ張ってきて、2.9メーターの位置にマーキングします。ですね。これで2枚目が完了ということになります。はい。次は、えー、今のですね、マーキングしたところを基準にしてですね、 えー、板を打ち付けます。ピタッとですね。打ち付けて、まあ、ちょっとここのですね、余分に出てしまった部分はですね、あのー、あまり長いようでやれば、このように、えー、切ってやるとですね、ちょっとかっこよくなるかなと思います。えー、取り付けたらまずはそのスラントか何かで、1割5分が合ってるかどうかまず確認します。そして、えー、のり長張りにはですね、えー、ここは1割5分ですよとかですね、 えー、速点ナンバー1ですよとか、えー、ここの板は、えー、13.2メーターですよとかですねそ、そういう情報をですね、えー、書き込みます。こんな感じですね。えー、それから乗り長が、あまあ、何メーターですよとかですね、そこら辺の情報を書いて、えー、終了となります。はい。ということで、まあ、今回のですね、えー、のり長針の書き方のポイントとしては、 えー、高低差に乗り勾配ですね。1, 1割5分だと1.5。2割だと2ですね。2.0。5分だと0.5ですね。を掛け算して水平距離を出します。これが、乗、えー、り長針をかけるときのポイントとなりますので、ぜひですね、えー、参考にしていただけたらなと思います。はい。ということで、えー、今回の動画はですね、以上となります。 私のチャンネルはですね、このように土木の現場に関することをですね、発信させていただいております。よかったらですね、チャンネル登録していただけたら、えー、嬉しいなと思います。この他にもですね、あの、ブログもやっておりますので、もしよかったら参考にしていただけたらなと思います。ということで、動画をですね、最後まで見ていただき、本当にありがとうございました。